セント・ジョンズ国際空港はカナダニューファンドランドラブラドール州セント・ジョンズにある国際空港である。市街中心部から5 6トル北西に位置する。この空港は国際空港でカナダ交通省が所有しセント・ジョンズ国際空港公社が運営している。航空管制はラブカナダが担当している。1939年に カナダ議会でおいてニューファンドランド島がドイツ軍の攻撃を受ける危機における安全保障について議題に上った。カナダ、イギリス、ニューファンドランド植民地の3社で1940年に討議が行われ航空防衛の必要性に合意、セントジョンズ近郊に空軍基地を建設することに合意した。1941年12月に王立カナダ空軍公式に 空軍基地の運用を開始した。1946年12月までは、イギリス空軍、アメリカ陸軍航空隊と共同で使用された。1946年1月からカナダ交通省の管轄下、民間使用が開始された。1953年にはカナダ国防省の管轄に戻されたが、ターミナルビルの管轄はカナダ交通省に残り、 1964年には空港全体がカナダ交通省の管轄に戻された。1981年にはターミナルビルにが拡張され、2002年に建築家、ジョン・ハーンによる設計を含む大規模な拡張、改修が行われた。カナダに5カ所あるスペースシャトルの非常着陸空港にも選定されていた。季節運行、チャーター便は除く。ありがとうございます。